この詩編は賛歌安息日のための歌と題されています。メシアの詩編の後に来るのにふさわしい歌です。賛美と礼拝と敬慕とについて語っています。それらのことのために安息日が与えられたのです。ところがこの詩編の中での礼拝はこの地上での聖女と結びついていて、実際もう一度この地上の聖女がエルサレムに建て直され、神様に贖われた人々がそこで礼拝することを期待しているのです。今日の信者の礼拝は少し違います。主はサマリアの女に言われました。ヨハネの福音書4章21節私の言うことを信じなさい。あなた方が父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもない、そういう時が来ます。23節しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。今日の信者は霊と誠を持って主を礼拝するために地上の聖女で奉仕するのではなく、神様のための祭司の王国とされるのです。詩編は次のような栄光に満ちた調子で始まります。詩編92編1節主に感謝するのは良いことです。意図高き方よ、あなたの皆に褒め歌を歌うことは、今日良いことをしたいですか、良い行為をしたいですか、良いでしょう。今あなたがいるその場所で主に感謝を捧げ、主の皆に褒め歌を歌いなさい。2節朝にあなたの恵みを、夜ごとにあなたの真実を言い表すことは、朝主に感謝することができます。主の恵みと真実に夜に感謝することもできます。私はいつも朝神様に感謝します。夜に主に感謝することは忘れてしまうこともあると告白しなければなりません。でも私はいつでも朝早く新しい日と新しい日を迎えさせてくださった主の恵みに感謝します。夜には床に着く前に一日そこまで導いてくださった主の真実に感謝することができます。どんな日でもバーノン・マギーを一日導いてくださるというのは大した約束だと思います。そのようにしてくださる神様がいることはなんと素晴らしいことでしょう。6節間抜けの者は知らず、愚か者にはこれがわかりません。ニューススコフィールドレファレンスバイブルには次のように書かれています。鋭い者は知らず、愚か者はこのことを理解しない。鈍い者は知らず、愚か者はこのことを理解しない。彼らは神様の恵みも真実も知りもしないし、理解することもありません。この詩編は将来を望み見ている千年王国の詩編です。その時には礼拝はもう一度安息日になります。私は安息日には礼拝しません。私は週の初めの日に礼拝します。なぜなら主は安息日には死んでおられましたが、週の初めの日に死から蘇られたからです。詩編92編8節しかし主よ、あなたは常しえに意図高きところにおられます。しかし主よ、あなたは常しえに意図高き方です。意図高き方とは神様の千年王国での皆です。この詩編は偉大な千年王国の詩編ですが、いくつかの説は地上での状況を思い起こしています。人間は愚かなものとして描かれています。人間は直立して歩まないし、神様を見上げることもしません。自分はそうしていると思っていますが、そうではありません。人間は実際、罪の汚れの中に這いつくばっているのです。人間は愚かです。良い分別に欠けています。理解できないのです。なぜなら神様はこう言っておられるからです。ローマ人への手紙1章21節。その無知な心は暗くなりました。愚かな者は神様を否定し、獣のように生活します。動物のように、豚のように生きるのです。大勢の人たちが神様が存在しないかのように生きています。彼らはただ食べて、眠って、休んで、遊んで、そして働きます。それだけです。彼らの人生にはそれだけしかないのです。でも私たちの目の前にあるこの描写はなんと美しいことでしょう。12節、正しい者は夏目足の木のように栄え、レバノンの杉のように育ちます。夏目足の木は勝利の印であり、杉の木は強さと真剣さを示します。今日でさえもこれが神様との交わりのうちを歩む正しい者たちの姿なのです。この詩編93編は5節までしかない短いものです。詩編92編と94編の間に挟み込まれたこの小さな詩編は純粋な賛美の歌です。なぜなら王なる方が統治しておられるからです。この詩編は千年王国の詩編であり、地上を輝かしく治められるために来られた主のことを語っています。
詩編93編1節、主は王であられ、御髪をまとっておられます。主が治められます。主は御髪をまとっておられます。主はまとっておられます。力を身に帯びておられます。まことに世界は固く立てられ、揺らぐことはありません。エホバは治められますとは、主イエスのことです。主は御髪をまとっておられます。この詩編は、主がこの地を治めるために来られた時に本当の意味を持つようになる詩編です。すべての反抗的な妨害は押しつぶされ、この地上ですべて神様に逆らったものは廃位させられます。詩編93編3節、主よ、川は声を上げました。川は叫ぶ声を上げました。川は轟く声を上げています。押し寄せる罪の洪水は終わりました。サタンの頭は砕かれたのです。4節、大水の轟きに勝り、海の力強い波にも勝って、糸高きところにいます主は力強くあられます。あなたの証は誠に確かです。聖なることがあなたの家にはふさわしいのです。主よ、いつまでも。この時はなんと素晴らしい喜びの時となることでしょう。詩編94編から100編までは一つの一貫した物語を語る一連の詩編です。これら7つの栄光に満ちた詩編はメシアの統治を祝う神様の御国の歌です。これらの詩編は主イエス・キリストと大患難時代とその間に人間にやってくるすべての困難に続く地上での主の統治の啓示です。詩編94編は悪者に対して正義をもって神様が介入してくださいという神様への呼びかけです。神様の御国が来る前の困難の時の残りの者たちからの叫びです。詩編94編1節、復讐の神、主よ、復讐の神よ、光を放ってください。ご自身をお示しください、または光を放ってください、です。多くの人たちは、ああ、ただ主が来てくださりさえしたら、と言います。主は来られるのです。でも主はご自分のスケジュールに乗っ取って来られます。私の都合や他の誰の都合でもありません。そして主が来られるとき、主は私たちに苦しみをもたらすものをすべて処理してくださいます。今の時には主は簡素にこう言われます。私の手を取り、信仰によって歩みなさい。復讐は主のものです。主が報いをされます。神様が物事を処理され、正しくされます。調整されなければならないものがいっぱいあります。そして主が力と偉大な栄光とを帯びて地上に再び来られるとき、主は物事を正しくされます。それまでの間、私たちは自分で復讐するべきではありません。これらのことは主にお渡ししてください。8から9節、気づけ、民のうちの間抜けな者ども、愚か者ども、お前らはいつになったらわかるのか。耳を植え付けられた方がお聞きにならないだろうか。目を作られた方がご覧にならないだろうか。もう一度神様は鈍く愚かな人間に語りかけておられます。神様は霊です。神様には私たちが持っているような耳があるわけではありませんが、でも神様はお聞きになります。神様には私たちが持っているような目があるわけではありませんが、でも神様はご覧になるのです。この地上にいる罪人は、自分は罪をうまくやりおせたと思っているようです。神様はご覧になり、神様はお聞きになります。そして神様は人間がしていることの記録をつけることがおできになるのです。あなたの罪があるべき場所はたった二つしかありません。キリストの上にあるか、それともあなたの上にあるかです。もしキリストの上にあるなら、裁きは過ぎ去っています。もしそうでないなら、あなたを待っている将来には裁きがあるだけです。キリストのうちにある者たちは、これから来る待ち遠しいキリストと共にある栄光に満ちた人生の見通しがあるのです。もしあなたがまだキリストのもとに来ておられないのなら、あなたは神様の御前に裁きのために立たなければならないのです。18節、もしも私が私の足はよろけていますと言ったとすれば、主よ、あなたの恵みが私を支えてくださいますように。詩編記者は言います。私は滑ったことだろうが、神様は私を立たせてくださった。23節、主は彼らの不義をその身に返し、彼らの悪のゆえに彼らを滅ぼされます。我らの神、主が彼らを滅ぼされます。詩編は神様が祈りを聞いて、悪者を裁いてくださるという確信とともに閉じます。